えー、こんにちは新木和弘です令和2年12月16日、えー、水曜日のショートメッセージをお送りします、えー、今日ちょっとパソコン使って撮ってますんで雰囲気が違うかもしれませんで、えー、今日ですねあのー、お話しするのは昨日ーノーフェンス、えー、北朝鮮の収容所をなくすための NGO ですけれども このノーフェンス主催の講演会、リモートでやった講演会に参加してまいりました。講師はテ・ヨンホ、韓国の国会議員、脱北者で,です、ね、元北朝鮮の中英講師をされた方です。 で日本に来らえた,た時もお話を聞いたことがあるんですが、まあ、今回、リモートでじっくりお話を聞かせていただいて、まあ、大変あのためになる話、これからの私たちの活動にもです、ね、プラスになる話がたくさんありました、で特にです、ね、印象的だったことをいくつかお話をしておきたいと思います、あの昨日のお話の中で,です、ね、北朝鮮から海外に出ている人。 これ今あの年間に5万から10万ら万かというのは、要はあのこの間、コロナで、えー、国に戻ってこいという指示をお北出しているんですが、それでどれくらい戻ってきたかがは,はっきり分からないので、えーまあ、大雑把な数だけども、まあ、それくらいの数の人が外国へ出ているとで、こういう人たちは時間が空いているときはもうスマホを使ってです、ね、韓国の情報をどん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 入れているというようなお話でした。 これも非常にあの興味深いお話でした。でそういう人たちは、あの日本の拉致の話もです、ね、結構知っていると、でただ、北朝鮮の中の人はまだあまり知られていないんで、やはりあの放送をやるんであれば、そういうことをどんどん知らせていく必要があるのではないかと、で少しでも北朝鮮の人たちが拉致のことをです、ね、具体的に分かるようにしていく必要があるのではないかと。 これ我々にとってはとっててはも大事なヒントだったと思います。で、もう今、ですね、北朝鮮の中は、もう韓国の情報がもう止まらなくなっている、で、今回あの、韓国政府があのビラを禁止する、えー、法律を作りました、で、この話もいろいろお聞きしましたけども、もうなるほど、だから北朝鮮では止められない、で、えー、その根源である韓国を抑えろということを、ですね、えーまあ、ム・ヨジョンが言ったと。 でえーまあ、韓国政府としてはもうそれに従ったということだと思います、でも韓国の中で、えー、あ北朝鮮の中で、そういう韓国のさまざまなもの、もう文化からですね、あるいは物品から、そういうものに対するもう欲求がものすごく強くなっていて、これはもう絶対に止めることはできないということです。 えこれは我々としてはやっぱりも,うもっともっと使うべきではないか、とつまり海外からの情報、我々がですね出している白ロに対して、北朝鮮がもう必要に妨害をしてくるというのもま、まさにこういうことがあるからなんだろうということでした、今、韓国の,あの北の中は、ですねまあそれこそあの愛の不時着なんかで出てくるような、もう新しいブルジョワですね。 こういう人たちは今、あのすごい金を、ピョンヤンで金を使っているとで、一方で1日1食も食べられない人がいるという、ものすごい格差社会になってしまっていて、でもうその例えば学校で,です、ね、社会主義の平等とかを教えても、誰も若い人間信じない、えー、ということなんだそうです、でえー、娘をです、ね、あの結婚させるときは、娘の血ましょごりこれをです、ね、あの韓国製にするのが一番いいと。 韓国製の生地を使ったチマチョゴリであるとですねあの北朝鮮の中であの一番ステータスが高いんだそうです。でその次が中国製で,で一番下になると北朝鮮製ということになるんだそうでもうこれはもう上から下まで韓国漬けになってますからあーもうどうしようもない。 とということですねまあ、だからこそ北朝鮮としてはもう韓国にともかく止めろと言ってそして韓国政府がそれをまあ認めて止める法律を作ったとしかし韓国の中ではまあ止められてもですね日本からは止められませんからこれから先はやっぱり我々としてはそこら辺をついていく必要があるんだろうなというふうに思いました。改めてままあ月曜もまたのの潮風の収録が ありますけれどもそういういことを考えながらしていきたいいいなとううふにに思っててますでいずれにしてもこの情報で北朝鮮の社会は今、ものすごく変化をしているということ、これも私もそういうふうに実感をしてきましたし、そういうふうにお話をしてきました、これがまあ変化の本当にですね北朝鮮の中で拉致問題もずっと硬着状態ではありますけれども、それを動かす、私はきっかけなんじゃないかなと。 やわれわれ、この自由社会の一番強さは、この情報ということなんだろうと思います。それをもう一回ですね考えてやってまいりたいと、今日はまはそういう意味で、あ今日は、き昨日ですね、きのはそういう意味で、非常にあの元気づけられた講演会でした。ノーフェンスの皆さんあの、通訳してくださったソン・ンボクさんはじめとして、本当にありがとうございました。 これから先もまたああ一生懸命我々も頑張っていきたいというふうに思います今日もありがとうございました